エクストリームはななななどうも、こぼたくチャンネルへようこそ小林君一郎です今日はエクストリームナイキの歴史最終編行きましょうエクストリームナイキの歴史マイケル・ジョーランとファッション編行きます前回は、ナイキ創業当時ですけども欠かせない存在としてね輝いていたアスリートスティーブ・ボリフォンテーンというランナーについてお話をしました ナナイイキのの創業者の、ね、フィルナイトはこう言いますプリプリ本店のことですねプリは労働者階級の反逆児とも言うべく生意気でガッツにあふれる男でしたそんなプリの精神がこの会社の魂の根幹にあるのですというねそんな風に言うぐらいナイキにとっって特別な存在だったわけですよねそのプリとの関係がその後のナイキがアスリートと契約,をぶ契約を結ぶ関係の礎となったっていうのは間違いないわけです。 こういう関係をアスリートと結んでいくべきなんだと。で、今回はそんなナイキがいよいよ世界的なアスリートと契約することになったっていうお話、そうです。マイケル・ジョーダンの登場です。はい、下ベラ出して。マイケル・ジョーダン。これ、例とえバスケットやっていなくても、その名を知らない人はいないんじゃないかっていうぐらい、今でも伝説となっている NBA で大活躍したスーパースター。NBA で6回優勝しておりますけども、人は彼のことをこう呼びます。 神様とそんな神様も最初から神様だったわけではなく NBA にドラフトされた時全体の3位だったんです、ね、1位じゃなかったんです、まあ、素材はピカイチなんだろうけどまだ NBA の世界で本当にやっていけるのかどうか未知数な部分が多い存在だったんですちな,みにちなみに僕が大好きなポートランドトレイルブレイザーズはその年の NBA ドラフト指名権 2位を持っていたんですにもかかわらずマイケル・ジョーダンを取らなかったっていう黒歴史があるんですサム・ブーイという選手を取って悪くない選手なんですけれどもうーん <laughs> はいその話はいいですはいマイケル・ジョーダンが取れたよって話なんですけどもねまあでもねそのジョーダンに対してナイキがものすごいアプローチをしていったわけですよね 海のものとも山のものともつかない存在であったジョーダンに対して熱烈なアプローチと破格の契約金を用意してたんですナイキは。でもジョーダンは「えナイキやだ俺アディダス好きだからアディダスと契約したい」って言ってたんですよ。でもお母さんにね「あんた何言ってんの大人としてちゃんと話だけでも聞きなさい」って怒られたそうなんですね。で交渉の場に行ってみると当時トッププレイヤーたちでもね 年間で10万ドル、まあ、1,000万円ぐらいの契約だったんですけどもそんな中ナイキが用意したのは25万ドルっていう契約金だったんです2500万円他のトッププレーヤーと比べて2.5倍の金額を用意してたとちょっとねまだ実績のないルーキーに対して何ていう契約なんだと驚くわけですよでもお父さんがもう「これにしなさい」と「お前はこれにしなさい」と「ナイキにしなさい」っつってでナイキと契約を結ぶことになるわけですよ まあでもね、それぐらいナイキもね、やっぱりね、次世代のスーパースターとなるであろう男が欲しかったわけですよ。当時 NBA っていうのは80年代のスーパースターで、ラリーバード、マジック・ジョンソンといった、こういうスーパースターたちはみんなね、コンバースを履いていたんですよ。ウェポンっていうね、バッシュを履いていたんですけども、もうほぼ独占状態だったんです。なんとしてもこのバスケットの世界、スーパースターと共に入っていきたいっていうことで、もうなんとしてもジョーダンが欲しかった。 でジョーダンと契約を結ぶことになってマイケル・ジョーダンっていうのは高く飛ぶっていうことでエアソールを搭載したエアジョーダンシリーズっていうのが開発されたわけですこれが、まあ、大体4年で300万ドルぐらい売れたら上々だろうなって思っていたんですね大体どうですか3億ぐらいですか売れればいいかなって思っていたんですがなんとなんとなんと1年目に1億2600万ドル超えの売り上げを達成したんですこれ予想のの40倍の 売れ行きだったんです3億の40倍だから120億 <laughs> いきなり1年目で売ってるわけですジョーダンは誰よりも高く飛んで次々と得点を決めていく姿これに人々は熱狂してそれとともにナイキのエアジョー,ダンシリーズってのは社会現象になっっていったんですねで実はそのジョーダン1のカラーリングっていうのが赤黒っていうカラーリングだったんですけどこれがねリーグの規定に反していたんですよ。 まあそのユニフォームに合わせなきゃいけないみたいなところがあったんですよねでもジョーダンというかナイキがその罰金を払ってでもジョーダンに履いてもらったわけですでジョーダン3度着用したのかなその時のキャッチコピーが NBA がこのシューズの着用を認めなくても諸君君たちの着用を止めることはできないよっていうこれがなんともかっこいいフレーズになったわけですよねコレクター魂に火をつけたりとかあとは 大人とか権力に屈しないこの反逆精神ってなんかかっこいいぞっていうので若者たちにもうとにかく人気になったんです火がついたんです冗談にかけたナイキの見立てってのは間違ってなかったわけですねそういうリリしい姿っていうのもねまたねかっこいいってなってったわけですよミュージシャンのジャスティン・ティンバーレイクなんかもこう言っています当時は金を貯めたよ ベビーシッターや草刈りとかで小遣い貯めては新作が出ればショップに並んだんだよとあのラッパーのナズも言ってましたねみんな若者は冗談になりたかっただから冗談を吐きたかったっていうそれぐらいねもうね若者の憧れの憧れの的になってったわけですよね。でついに映画監督のスパイク・リー っていいう監督がいるんですけどスパイク・リーがジョーダンシリーズのプロモーション広告を手掛けて都会の文化っていうものと融合してついに若者たたちのファッションになってったわけですこれがまたでかいんですね。で「ア・ジョーダン・ワン」っていうのはねちょっと前にニュースになってましたけども本人着用の本物っていうのがオークションにかけられてこれが6,000万円で落札されたと発売から35年経ってなおこれだけ世界を賑わすシューズなわけです。 すごいですねジャスティンティンバーレイクもジャスティンティンバーレイクモデルっていうのが出たんですジョーダン3とコラボしたんですけどもこれ今プレネがついてだいたい5万円ぐらいの値がついてますけどもねもっとすごいのがエミネムエミネムとジョーダン4っていうのがねこうコラボしたシリーズがあるんですけどこれがいくらだと思いますかさっきのジャスティンティンバーレイクが五万円ですなんとちょっとね桁が違いすぎるエミネムとのコラボしたジョーダン4 万円です一足ですよ <laughs> すよごいですねそれぐらい未だに今なお社会現象になってるわけですよスニーカーズっていうアプリがあるんですけどね僕も毎回これでね冗談シリーズ買おうと思ってねトライをするんですけどね買えた試しがないね本当に今回はかなりの数用意されてるみたいですよっていうねスニーカーマニアな方々からも連絡とか情報が入ってくるんですけれども それででも変えたことないですねいろいろねさっきのジョーダン1実はですね1998年の3月ジョーダンの、まあ、ラストイヤーと呼ばれた、まあ、その後復帰してるんで厳密に言うとラストイヤーではないんですけれども、まあ、シカゴブルーズ時代のラストイヤーに履いてるんです3月に。1984年にマリソン・スクエア・ガーデンでプレーした時と同じチューズエアジョーダン1を履いてるんですね。 85年だったかなちょっとごめんなさいその辺曖昧になっちゃってるけどでももうその頃履くには機能性が古くてもうだからもうなんねえなんもう十何年経っちゃってるわけだからもうバッシュの機能も変わってるわけですよ。でジョーダンンのパフォーマンスを支えるにはやっっぱり無理があったわけで,すよ、ね、でハーフタイムの時にはもうねジョーダンの足を血で真っ赤っかに染まっちゃってたんですって。 それでも履いて、まあ、その日なんと42得点の大活躍すごいですねそこでもまた伝説を残すっていうねやっぱり神様って呼ばれるだけの存在ですよマイケル・ジョーダンを支え続けたのはナイキでありそのナイキのジョーダンシリーズだったわけですよで今やですねナイキの中に別ブランドとしてジョーダンブランドっていうのが立ち上がっているわけですでこのジョーダンブランドと 様々なアスリートが契約を結んでいくとこれはもう一流のア,アスリートの、えー、もう証明でもあるわけです。ジョーダンブランドと契約できるっていうのはで、日本人で初めてジョーダンブランドと契約したのが今シーズン NBA でも活躍した八村塁選手なんですね。いやー合計5回ですかね5回にわたってお届けしてきた。 エクストリームナイキの歴史。最後はこのジョーダン、マイケルジョーダンという存在と。ファッションについてもね、お話をしましたけれども。実はこのナイキが、日本のファッション界に与えた影響っていうのも、とても大きいです。僕がファッションに興味を持ち出した千九百九十年代、中盤ですか。あの頃は。エアマックスとかが流行ってです、エアマックス九十五とかが流行って。そういう、社会現象にもこれまたなってるんですけども。この、日本の。 ファッションの歴史っていうのもいつかこのエクストリームシリーズでやっていきたいと思いますのでそれはまた楽しみにしていてください。ということでエクストリームナイキの歴史最終編最後はマイケル・ジョーダンとナイキがファッションの業界にまで浸透していったというお話をしました。またいいねもよろしくチャンネル登録もよろしくね